最近よく聞かれてる、どうやって痩せた？どうやってビーガンになった？という質問。まずは言っておきたいんです。ビーガンは一気になれるわけでも、過程、そういうものです。つまり、ポイントは段階的。丸々の食事食べやめることである。じゃあ段階的どうやってやめる？じゃあ質問聞きます。人間の体はどんな物質から作られてるかというと、タンパク質と思うあなたはブブ。実際は油や脂肪。だから何かしらをやめるときに、最初は何かしらの油をやめるところ。まずは焼き物とサンフラワーオイル。そもそもサンフラワーオイルを焼き発がん性物質が出てしまう。だからおすすめできない。代わりにはオリーブオイル、ココナッツオイル、アボカドオイルなどを使います。同じくケーキなども不健康。ちなみにナッツなどを食べるとたくさん油も取ります。次は糖分です。特にご飯やシロップ、麺類の中では炭水化物がたくさん入って、その炭水化物の中では糖分もたくさん入って、じゃあその代わりにどの炭水化物を取ったらいいんですか？答えはそばで、あるいは様々なオーツやオートミールも良い。ポイントは白い小麦粉のあるもの、とにかく食べないこと。じゃあその2つをやめたらどうやってビーガンになる？ポイントは常に自分の体を聞くこと。〇〇をちょっと食べなくなったらどうなります？その中で食欲の欲求と体の欲求を分けたら方がいい。食欲の欲求、ただ〇〇を食べて腹が減ったというのも8割食欲欲求。でも実際には腹が減ってるわけでもない。現代人は大体食べ過ぎるからです。だからもし体に異常がない限りにはそれは食欲欲求に過ぎ。ポイントは食べるときに腹八、つまり食欲欲求を満たさず体の欲求だけを満たしたらいい。肉を食べるのも同じ。自分が一番やめやすい肉をやめたら、例えば豚肉で、次はチキン、次は牛肉、次は卵、次は乳製品で、最後は海鮮。ポイントは一気に全てやめるでは、常に体を問いかけな、異常を感じたらそれをやめるのはまだ早いと気づき、しばらく量だけを減ら。ポイントは野菜だけ食べるではなく、身を食べることで。ちなみに、タバコやお酒も当然やめた方がいい。もし少し役に立ったら、いいね押してください。もし友達が同じ悩みを抱えている、その動画をシェアしてください。